はい、皆さんこんにちは。早朝です。それでは冬季モールス大会の表彰式をしたいと思います。これね、作ったんだよ。これあの AI で作ったんだけども、どうよ皆さん、これ599、モールスのね、ジングルなんだけど、もう一曲よ。どうよ。ということで、バックミュージックも作りました。聴いてください。早朝作曲、アシステッドバイ AI。さあ、どうでしょうか。はい。80年代、90年代、帰り見逃すとか。はい。あの辺をね、思い起こすと思うんだけどもですね。これはですね、総長がですね、AI を使って作曲した曲です。オリジナル曲ですから。さあ、そんな感じですね、聞こえてるかな、大丈夫かな。はい、ではちょっとこれをバックにかけながら。素晴らしいですね、これ。歌ってのも AI ですよ、演奏も全て。ただ作曲の指令だけは総長が出してます。こんな風に、こういう風に、こういうパターンで作ってというね。はい、すごいですよね。はい、というわけで、それでは皆さんね、先日のモールス大会覚えてるよね。じゃあ皆さん参加してくれました。どんな感じで、結果が出たかっていうのをやっていきたいと思います。さあ、効果音でいいのがあるといいんだけども、ダッチャカチャーみたいなのがないんだよね。では楽しくやったね。まずは紹介したいと思います。商品の紹介です。ベスト10まで表彰されます。参加者はたくさんいるんですけれども、ベスト10、ちょっと商品を持ってきます。さあ、それでは今日、モールス大会の商品です。まずは、なんと言ってもこれは皆さん知ってますよね。じゃじゃーん、じゃっちゃかじゃーん、じゃかじゃーん、じゃかじゃーん。はい、ということで、これはですね、何かというと、よく見てください。割引券じゃないですよ。株主ご優待券。皆さん知ってる人もいると思うけども、知らない人はよく聞いてください。これは株主というか、これは、ミスドモスバーガー、ミスドモスバーガーの株主ご優待券。抽選制になると、株主っていうものが一体どういうものだか知ってると思うんだよ。株主というのはこういうやつだ。お店に入ってって、モスバーガーくださいしたろ、よくぞいらっしゃいました、ボン、お大歓声だけど、株主様、よくぞ来ていただきましたっていう風に、お店の人全体が、聞いてる人は恥ずかしがる必要じゃ、必要はないな、総長が恥ずかしいだけだからね。この株券をですね、株主優待券を出すとですね、お店に出すと、お店の人がはーっとひざまずくというほど貴重な割引券じゃないかね。その辺のね、にもらってる、配ってるね、割引券とかそういうのじゃないからね。いいね。株主というのはどういうことかというと、3年生わかるよね、公民で習ったね。お店に出資していると。要するに、総長のお店が、ミスドとか、モスバーガーに、総長が、ここに出資している。お金を出して、お店を支えているということです。わかりますか？言ってみれば、モスバーガーも、ミスドも、総長の店なんだということで、この株主優待券というのが総長はいっぱいあるんですね。これをですね、まずは漏れなく10人の方に、ベスト10の方に差し上げましょう。今年はちょっと太っ腹すぎたかもしれない。いいですか。500円、株主優待券だからな、これはな、忘れるなよ。これ出した瞬間に、皆さんは王様、お嬢様のように、非常にもう皆、全員お店の人が出てきて、はっはー、よくぞいらっしゃいましたってやってくれるんだからな。すごいだろ。ということで、これを差し上げるから。はい、横浜の人もこれは近くにあったな。総長もそこ行った時あったよな。名古屋の人もあるな。さあ、香港の人もあるよな。ドダンドドドドド、どなたの手に、これが楽しみです。では、あ、そうそう、それでですね、ベスト3、ベスト3には
ベスト3には北海道産これだガチャポン。これも1個500円するんだ。中にはこのような素敵なおもちゃなんですけど、本物と同じようにモールス信号が打てるこれが入ってるから、これはベスト3の人に、要するにベスト3の人は母券とこれがダブルでもらえるということになるんだよ。かんちゃんびっくりしちゃってごめんね。はい、ちょっと上にかんちゃんいるけどね。というわけでですね、さあそれでは早速いくぞ。早速ベスト10、10位から発表します。さあ皆さんいるかな、いなかったらダメねそれでちょっとかわいそう。さあそれではカモン。まずは第10位、第10位、音聞こえる？大丈夫？第10位、68ポイント高2音か、本校音か、おめでとう。いるかな、今日英検でいるかな。音か、いた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 、音か、ちょっと手振って。音か、はい、いました、10位入りました、おめでとう。はい、送りますね。第9位78ポイント中3セイマー。セイマくん今日は、模試に行っております。その代わり総長がこれをもらっておきます。冗談です。第8位83ポイントコーニー香港みなほおめでとう。竹園のみなほにあった8位入りました。 OK。 第7位、第7位83ポイント同じく83ポイントなんだこれね、コウさん、ナッキー。教室にいるかな。はいはい、さあどうですか、受験生でもしっかりと、はい、これ今から持ってくねはい、ジムにいるね。その次いきます。第6位88ポイントコウさん、マイミーおめでとう。はい、これもコウさん生、マイミルね、今から持ってくね、おめでとう。88ポイント第5位、第5位、これもコウさんだ、すげえな、コウさん生やるな、さすが頭働くな。コウさん、横浜せいやおめでとう。取りに来て横浜近くにあるな。せいやいる？あ、いねえのか、あ、残念。あ、いたいたいた、手振ってる手振ってる、いる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 、オッケーオッケー、送るよ。はい、さあそして第4位、コウさん、またコウさんだ、横浜コウキー104ポイント。いやーこれでミスド食いすぎだ、あのミスドとマックじゃねえんだよこれはな、あのモス食いまくってくれ、500円で母付きだからな。はい、送るよ、コウさん4位コウキー。さあそれでは、さあここからベスト3の発表となります。何か効果音、ブラックバン、ちょっと待って、その効果音じゃない、これも違う、
これも違う。ちょっとやばいな、これいい効果音がねえな。ちゃう。これはホラーシリーズのようです。ちょっとなんかそんな感じがしないな。どうしようかな、これやばい。この音楽知ってる人は すごいよね。はい、サイコという映画、一国の映画あるんだけど、ちょっとまともな音がないのか。第3位は、104.5 ポイント。高一、トキノー本校高一のトキノー、104.5 ポイント。104.5 ポイントで、後期を 0.5 ポイント差で抑えております。はい、それでは、トキノには、これと、これを、送りますので、あ、トキノいる？ちょっと待って、ちょっと待ってね。トキノー！いた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 、いました。オッケー、おめでとう！ 104.5、0.5 ポイント差でしたね。すごいですね。ということで、ここね、これね。はい。ということで、これを送ります。これ、おめでとう！第3位でした。第2位は、でもこの音楽でもだんだんなんかいい感じになってきたよね。116ポイント。中3、本校、ハルローいる？ちょっと待ってね。ピッ、ハルロー手振って手振って、はい。これ、送るねっていうか今持ってくから。今リアルタイムで持ってくからな。はい。ということで、ハルロー君は今回は、やばかったね。本当に。なんと、この点数が高いのは、読解表、解読表なしで稼いでんだよね。あれが大きいですね。116ポイントですね。そして、第1位の発表となります。これ重ねればきっといい感じになるだろう。いきます。第1位は121ポイント、2と5ポイント差をつけました。中2、名古屋夏、おめでとう。なっちゃんどこだ、手振れ。はい、おめでとう。夏にもこれを送ります。はい、ということでこのモールスト、この母犬を受け取れというわけでですね、今回ですね、121ポイント1位、名古屋の夏、2位、本校ハルロー、116ポイント、3位、本校トキノー高一、104.5 ポイント、というふうに、ワン、ツー、スリー、そして、惜しくも、出てこぶされ、4位の高木、横浜、5位のセア、横浜、6位、マイミ、7位、ラッキー、8位、ミナホ、ナッキー、ミナホ、同率、7位、8位、同率ね、9位、セイワ、10位、オトカ、という風になりました。さあ、というわけで、いかがだったでしょうかね。はい、今回はちょっとね、いろいろね、やってもらったんだけど、皆さんがかなりできるということが分かってしまいました。ということで、次のオールスター大会は夏となります。今度はどうなるか、もっともっとレベルアップしてやっていきたいと思います。ぜひ皆さんもまた参加してください。ありがとうございました。さようなら、さようなら。